皆さんこんにちは。ベルリンからテノール歌手の吉田志門です。今のね、撮影時間はですね、10月の7日の23時40分ぐらいです。はい、今日も一日、頑張って歌って働いてきました。もうベルリンはだいぶ秋を通り越して冬っていう感じで、特に夜とかね、朝は結構冷え込みます。はい、もうコートがね必須になってきました。最近ね、YouTube の投稿がちょっとなかなかできていなくて、もう皆さんごめんなさい。はい、それにもかかわらず、ただいま374人の、ね、チャンネル登録者数ということで、本当にね、どん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 、チャンネル登録をしてくださる方が増えてきていて、まあ、本当にね、いつもそれでもね、見てくださりありがとうございます。編集している途中のビデオがね、いくつも溜まってる状態なんですけれど、ちょっとこの前の、土曜日かな、5日前ぐらいにちょっとね、すごいことが起きたので、ちょっとその話を、今日はしようと思います。この前の土曜日、10月3日ですね、27年間の僕の人生の中で一番ダントツに一番すごいことが起きました。で、その話をツイッターとかでしたら、まあ、プチバズってですね、今のところ1600いいねぐらい、いただいてるんですけれど、シンプルにまとめると、はい、まずね、写真を見てもらった方が早いんじゃないかなと思います。はい、じゃじゃん。はい、この図の通り、めちゃくちゃ大事なドイツのね、国を挙げての式典で、メルケル首相や大統領の前で8人のうちの1人として、歌わせていただいて、でそれがドイツ中のね、テレビでですよ、で全国生放送ということで、結構ね、すごいことになってしまいました。その式典があったのは、ね、10月3日っていうのは、もともとはドイツが有名なベルリンの壁によって、東ベルリン、東ドイツと、西ドイツというふうにね、分断されて、でその壁がまた壊されて崩壊して、それが今から31年前なんですけれど、その翌年1990年に再びね、東と西が一つになって、今のドイツのね、国の形になったという記念すべき日からちょうど30年という、ドイツにとってはね、めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ大事なお祝いをするべき日でした。でね、その日の式典でちょっと歌ってよみたいな、まあ、そんな軽いノリで、リアスのね、同僚から頼まれた仕事があって、カレンダー見たらね、まだ予定が空いていたんで、軽い気持ちでね、あ、うん、いいよっていう感じで引き受けたんですけれど、それが大事の始まりでした。はい、1週間前くらいにね、初めてリハーサルに行ってみると、指揮者に君たちのね、通行パスみたいなのを作るから、写真をねくださいって言われて、何が通行パスだよと思って、まあ、ちょっと大げさだなと、ね、思って、そしたらね、どうやら政府関係の人たちがね、たくさん来るらしいと、でどうやら首相も来るらしいと言って、何かメルケル首相だよみたいな、大げさなまたと思ってた。本当それぐらいにね、空耳だったんじゃないかと思ってたんですよ。で本番の1日前かな、前日にまたねリハーサルがあって、でリハーサルが終わった後に、その会場、まあ、今回の会場はカトリックの教会、ベルリンから1時間ぐらいのね、ポツダムっていう町のカトリックの教会なんですけれど、ね、その会場を出てみると、もうね、映画の世界みたい、ものすごい数の警察がですね、もうこんなずらーっといて、でその教会の周り300メートルぐらい、警察以外誰もいなくなっちゃってたんですよ。でそこら辺にね、路駐されてた車がもう全部一つ残らずレッカー車に積み上げられてて、まあ、つまりレッカーされてて、まあね、これはちょっと 何事だということで、本当に映画の中で見る世界みたい。でこれはもしかしたら本当に明日メルケル首相がいらっしゃるんだと、いうことで、もう僕もなんか続々と来てですね、もう前夜からだいぶ興奮してたんですけれど、はい、まあ、興奮をね、紛らわすために美味しいビールをいただいてぐっすり寝ました。で、式典のね、当日は朝6時くらいには起きて、それでポツダムまでね、愛車のカゴちゃん、ベンツのアクラスですね、
で、ポツダムまで運転してベルリンからだと1時間ぐらいかな、朝のね空いてるアウトバーンを爆走してですね、朝の最終直前リハに向かいました。でそのリハが8時半ぐらいで、実際のねあの式典は10時からだったんですけれど、まあ、ちょっとね時間があったので、教会の外にねあの庭があって、でそのお庭で僕らちょっとぼーっとしてたんですよ。でそしたらですね、もうどん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 庭に黒いベンツが、もう黒光りしてるベンツがですね、でしかもてっぺんにねなんかサイレンとかつけてて、ちょっとあのやばいやつ、とにかくやばいやつがねもうどん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 入ってくるんですよ、もう立て続けに。いやそしたら何人ものねボディーガードに囲まれて、まず元大統領がいらしてですね、でその後あの今の大統領あのシュタインマイヤーっていう方ですけれど、もうね続々といらっしゃるんですよ。で最後の最後の最後にあの首相がねいらして、メルケル首相がいらして、だいたい首相から30メートルぐらいかな、ちょっとね遠いところから、まあ、こんな感じで、あ本物のメルケル首相だと思いながら、眺めていました。で教会の中もねもうカメラがものすごい数で、何せあのドイツの国営放送ですから、でしかも生中継ですから、もうね、普段あのしないヘアスプレーなんかこうして、もう髪バリバリにしちゃいました。もういつもねあのこけしじゃないかお前って、あの髪の毛については批判されるんですけれど、僕全然そういうのやらない人なので、でもねもうその日に限ってはヘアスプレーなんかして髪バリバリにしちゃいました。だけどねもうちゃんと何回も鏡で見たはずなのに、後々放送を見てみたら、まあね、すごいがっかりしたんですけど、ほとんどね歌ってる時ね虹顎だった。こんな感じで、まあね、こればかりね仕方ない、もう歌ってる時に虹顎になるんだよ、もう仕方ない、もう必死だもん歌ってる、で実際の、式典ですね、まあ、ドイツ語で言うと、詳しく言うとあのゴッテスティンスト、まあ、礼拝っていう意味ですね、なんですけれど、今回は特別にエクメニシャゴッテスティンストっていうドイツ語で言うんですけれど、全キリスト教徒のための礼拝、だからカトリックとかプロテスタントとか、まあ、そういったもののね違いを超えた全キリスト教徒のための礼拝でした。で僕たちもね礼拝中もうずっとたくさん歌わせていただいてですね、その中には、まあ、ラテン語のねキリエレイソンみたいな、まあ、典礼的な歌もあれば、ヘブライ語の歌もあれば、あとねユダヤ系のドイツ人の音楽家であるメンデルスゾーンっていう方がいますけれど、メンデルスゾーンの曲とかね、そういった変化に富んだプログラムで歌わせていただきました。ちょうどあの僕と、僕のねテノールの同僚、韓国人の人 で僕ら2人だけが、まあ、その時のねテノールだったんですけれど、ねまあ、そのちなみに彼はあのリアスの同僚でですね、あの僕の大好きな同僚なんですけれど、もう彼はねすでにこれを含めて3回、もうすでに3回メルケル首相の前で歌わせていただいたと、ね、言ってました。まあさすがねドイツの政府御用達のトップ集団、ね、リアス室内合唱団って感じですね、はい、でじゃあ話はそれちゃったけど、僕らの、ね、ちょうど目の前に10メートルぐらいかな、10メートルもないぐらいのところにメルケル首相がお座りになって参加されておられました。でその近くにね、あの現大統領のシュタインマイヤー大統領で、その隣ぐらいに元大統領のあのガウクさんとかね、そういったねもう一番大事な方々がお座りになっていて、もうねその僕のこの口から出る音、一音一音、その教会中に響き渡る僕たち8人の歌を、もうねこの瞬間をなんとかこの耳と目に焼き付けたいみたいな、まあそういう思いでこのねプレシャスな時間がいつまでも終わらないでいてほしいなみたいな思いながら、あっという間にね1時間半の式典は終わりました。で終わってから携帯を見たらですね、通知が結構やっぱり思ってた通りすごいことになっていて、でドイツに住む方たちはね、あのもちろんあのテレビであの君が映ってたよっていう風に知らせてくれたんですけど、それだけじゃなくてあのネットにもね、あの同時にライブストリーミングされてたので、日本でそれを見てくださった方々から写真とかねたくさんいただきました、はい、
で、ツイッターのね、あの反響も結構すごかったです。まあね、こんなことを日本人がね、あの首相の前で歌えるなんてことはそうそう多くないですからね。で、まあここだけのね、裏話なんですけれど、今回のこの大仕事、まあ大仕事ですね、のギャラがどれくらいだったのかというね、お話をしようと思います。まだいただいてないんですけれど、まあ5万円くらいですかね。今発売しているプレイステーション5がまあギリギリ買えないぐらいなんじゃないかなと思います。案外現実的な額でしょう。そう、まあね、リハーサル3日間プラス本番ですから、まあ4日間ぐらいだから、まあ、実際ね、こういったプチ仕事だとまあそんなもんが、まあ、ドイツの音楽界のまあ、相場なんじゃないかなと思います。でもね、もうお金には変えられないね、他の日本人の誰も経験できなかったようなね、ことをさせていただいて、もう本当にね、光栄という言葉以外には見つからない本当に素晴らしい、ね、機会だったと思います。はい、でこれね、皆さんにお見せしたくてまた引き出してきました。これがね、その日の、特別のパスです。これね、日本人で持ってるの多分僕だけなんじゃないかなと思うんですけれど、はい、家宝にしようと思います。はい、ここにね、タクトドイツのアインハイツ、だからドイツ再統一の日と、ね、書いてあります。はい、まあ、てな感じでね、この前起こった、すごい話をちょっと今日はねさせていただきました。はい、お知らせです。10月にもね、予定をしていた、ミモコンサート、オンラインのねコンサートなんですけれど、今一緒に出演するはずだった美咲さんが学業のためにね、北ドイツのリューベックという町にいらして、でそれでね、つい最近ちょっとドイツ国内の移動もコロナの影響でちょっとね、かなり規制がかかっちゃったため、10月のミモコンサートをね、お二人でやることはちょっとね、断念せざるを得なくなってしまいましたね。期待して楽しみにしていてくださった皆さん、本当にすみません。でもね、こればっかりはちょっとね、ご理解をいただきたいと思います。で、11月もね、美咲さんに出演していただけるかちょっとまだわからない状況で、このコロナの影響でね、どうなるか、まあでもコロナによって始められたので、まあ、こればっかりはね、仕方ないかなと思います。でも、なんとかして皆さんに音楽を届けたいっていう気持ちで、ベルリンにいる音楽家の方と一緒に何かね、コンサートに近いものを配信できればなと、ちょっとね、頭の中に、ちょっと構想を描いています。はい、なのでまたお知らせをさせてください。日本もきっとね、寒くなってきたと思うので、皆さん、どうかお体はね、大事に一日一日楽しく過ごしていただければと思います。動画を最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ベルリンから吉田志門でした。チュース。